神奈川工科大学の研究グループは、妊娠を疑似体験できる最新のシステムを東京ゲームショー2011に出展しました。このシステムでは、ゴム風船、バイブレーター、水袋、タッチセンサー、エアアクチュエーターが設置された専用のジャケットを装着すると、赤ちゃんの成長とともにお腹が徐々に大きくなっていき、それと同時にモニター上に映し出される胎児の様子を観察できます。大体ですね、通常は出産まで10月10日かかるんですけど、このシステムではおよそ2分で臨月のお腹まで大きくなっていきます。で、単にですね、お腹が大きいだけのジャケットを装着するっていうシステムはすでに出てるんですけど、このシステムでは育っていくお腹、大きくなっていくお腹と、また赤ちゃんがお腹を蹴るっていう胎動を提示することができるシステムになっています。水槽内の水をポンプを用いて水袋に注入することで、成長していく胎児の重さを提示しています。この時、水槽の水は羊水の温度である37度から38度に保たれており、体験者は胎児のぬくもりを感じることができます。で、赤ちゃんがお腹を蹴る機構、またおっぱいが大きくなっていく機構にはですね、中にゴム風船が入ってまして、それを、コンプレッサーからの空気を送り込むことによってお腹に、圧力をかけるっていうふうな仕組みになっています。赤ちゃんっていうのはポコポコ叩くだけじゃなくてですね、グリ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 っていう動きを出します。なので、それを再現するためにですね、風船をマトリックス状に並べまして、ポン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 で隣り合うものをどんどん発火させていくことによって、連続的に短い時間で見た時にお腹の上を這うような感覚を提示しています。システム的な意味ではですね、今後はですね、その胎動通信っていうのをやってみたいと思います。お母さんが蹴ったって言って、お母さん一人喜んでますけど、お父さんはですね、それをやっぱ感じることができない。なので、お父さん側にもこういったデバイスをつけて、お母さん方にもつけて、お母さんが感じた胎動を遠く離れたお父さんでも、今蹴ってるっていうのをですね、体験できればと思っています。